今日はね、トウモロコシを栽培した後のね、自作ね、あの冬の、冬季の栽培ね、キャベツだとかね、あの作る前の間少し空いてますよね。まあこの時期に、土作りするっていう方も見えますけども、まあでもせっかくね、もったいないですから、この短期間でできる、野菜について、お話したいと思います。で、まずはその前に、こうやってね、トウモロコシ残ってますし。はい、でひとまずこれね、あの綺麗になりましたが、まあ、あの次に本来でしたらここに、ね、土壌改良としていろんな、ね、有機物だとかね、あの堆肥とか石灰入れるんですけど、そういう土壌改良っていうのは年に1回です。ですから今年、トウモロコシをやる前に作ってますから必要ありませんので、まずは土を今回あの植えた後なんで柔らかくすることと、それから失った肥料分だけを補いたいと思います。まずは土を柔らかくしていきたいと思います、ね、はい、だいたいこれで、ね、あの荒おこしって言いますけど、荒おこしができました、ね、で荒おこししてから、ねね、土から失った肥料分ね、あの特にこの時期ですから化成肥料になりますけど、観光性の元肥になる、化成肥料、こういった元肥育ちというのを、入れていきたいと思います。均一に巻いて混ぜるだけですね。こんな風にね、あの炭の方もね、きちっとね、与えてくださいね。洗おこしして肥料を入れた後に、ね、きちっと、ね、土をやあの混ぜながらやあの細かく砕いていきますね。これがね、あの丁寧にやってくださいね。ここはね、肥料が均一に混ざる、それから土がね、きれいに細かくなってるっていうのは通気性を良くすることですから、丁寧にやってください、これはね。で、あとは均一にならします、ね。この時点で土の量がね、均一になってないと、畝を立つときにも、凸凹が生じますので、基本的な土作りができました。で、次は、畝を作っていきます。で、ここは畝を、2本立てていきます。で、あの、夏の時期ですから、畝は、平畝でいきます。夏は乾燥しやすいんで、あまり高畝にしない。逆に冬は乾燥しにくいんで、高畝にします。だいたい、まあ、あの5センチか10センチぐらいですよね。で、まあ、そういう時はあの畝の裾上げするだけで終わりですね。そうですね、畝踏むとね、せっかくね、耕したのに潰しちゃいますからね。畝はね、踏まないようにね。でただあの、じゃあそんな平畝だったらこう作らなくてもいいじゃないかって話がありますけど、畝を作らないと今度は水がはけないです、ね、水はけためにわずかでもこのように、畝は立てます。真ん中が少しでもね、高くなるように、ね、して直します。気をつけていただきたいのが栽培時期、ね、栽培期間の長いものとそれから、短いものがあります。でまずあの栽培期間長いものは今回ケールもの、これがあの栽培期間が長いんで後の方に巻いていきます。でなおかつ背丈が高くなるケール、ね、これ背丈が高くなりますから、ね、こういったものはだから左側に置いてこの辺りですね。で次に栽培期間の短いバジル、ね、でルッコラ、これは栽培期間短いしあまり背丈が高くなりませんから前のいわゆる南側に置きますね。だいたい、30センチ株まで、私の手がこれ20センチなんで、ね、一広半がで一番土を30センチ開ける必要ないんで一広開けておきますね。でここで起点にして一広半、ここ 1,2,3,4つ、ね、ここを巻いていきたいと思いますね。先ほどね、あの大きく
こう位置を決めました。こっちは20、30、30って言いましたんで、そこに巻いていきますけど、ね、テンパするときはまずこういったね、あのペットボトルの後ろなんかでこう軽くね、印をつけてください。で、少しあのくぼみができる程度で結構ですね。だいたい種を巻いたときに、その種の3倍から4倍ぐらいの幅度がかかるような感じでやってください。で、これもね、はい、タッチですね。ね、細かい種ですね。で、これをだいたい3、4球巻いていきます。はい。で、巻いた後に幅度をします。まあ、あの友土でもいいですし、あの他にね、あの幅度があれば幅度をかけますけど、まあ今日は友土って言って同じね土でいきますが、ただこういう粗いものじゃなくて細かいものをねかけてくださいね。軽く3、4倍になる程度にね。はい。で、これでケールの、種まきは終わりました。で、同じことを今から、しましたので、今度は、筋まきしたいと思います。で、筋まきするときにはやはりこの今回この畝に対して2畳、ね、2本こう入れることを2畳植えって言いますけど、これをやりますが、このね、支柱を使って溝を作りますね。で、やはりあの深くならないすぎないように気をつけましょう。で、まあ、ありませんけど真ん中あたりぐらいにこう2本引いてね、大体の筋をつけていきます。バジルね、で、まず出して、ね、で、これを大体1センチ間隔ってね、難しいですよ。1センチ間隔くらいの気持ちでね、やってくださいね。均一に巻いていただければいいね。で、巻いたら今度は、ま、あの軽く友土で結構です。軽くで本当に少し乗せるだけで、ね、種が細かいんでこれだけでもね十分3倍4倍になっちゃいますから、軽く乗せるだけで結構です。もっとね成長の早いルッコラをね植えたいと思いますね。これもね先ほどのねバジルと同じように、はい、種まき終わりましたので、次にねあの水やりをしたいと思います。で、種まきの後は必ずね守っていただきたいことは、絶対に乾かさない、ね、乾かしたらね種が芽を出てる途中で死んじゃいますからね、絶対に乾かさないね。で、水やるときに難しいのが、強い光を与えるんじゃなくてこう柔らかくね、こういう風に与えてください、ね、よくじょうろなんかでも、なぜじょうろの先がくっついてないか分かりますか？上と下がね、上下が変えれるなっていうのはこういうことです、ね、柔らかくこう水をやるときに向きを変える、だから上手で、大事なのはこれね、水やりするときには縁をたっぷりやってね、縁をね2度3度たっぷりやってから真ん中、なぜかっていうと真ん中は乾きにくいから、縁は乾きやすいので、縁をたっぷり水でやってから真ん中は軽くやる。土が動いてない分かりますよね、これでやってやるとね。で、念のためにこれを土をこういう風にやると必ず土がこうやって動きますよね。で、種まいた時には動かさないっていうのが鉄則ですから、必ず上に向けてね、柔らかい土でして霧のして使ってください、こういう風にね。はい。土はすべての力。